おはよう。私の声聞こえる？思い出してみて。記憶の中に漂う自分という姿を。
それがあなたの姿。やっと会えるね。レブナントとして目覚めの時を迎える。レブナントとして生きるために知っておいてほしいこと。レブナントはその地にブラッドコードという、どんな力のブラッド、それじゃあ使ってみて。上出来ね。連結は事前に準備しておかないと効果を発揮しないか。大事なことを言い忘れてた。連結を発動するためには特別な血が必要なの。自我を失い化け物になり果ててしまったレブナント、ロストの血が。その武器でロストを攻撃すれば敵の明血を吸収することができるから覚えておいてね。これがファイター。あなたがもともと持っていたブラだからこそ、あなたはブラ、そのブラッドコードは、あら、レンジャーは器用さに武器を重く、銃撃には明血が必要なの。その時はあなたが装を使えばさらに明血を保持して敵から吸血でき、
一つのブラッド、さあ そのブラッドキャスターは連結を使うこと、ブラッドショットは威力よりもシャッ、宿り木に触れることで連結をし、無事に習得できたみたいね。せっかくだから、フロアは敵に大ダメ、その分消耗する明血の量も多いから使うタイミングは間違えないようにしてね。それと装備する画装によって威力が変わったりもするの。使用する連結の特性、画装との相性、少し複雑だけど頭に入れておいてね。お疲れ様。あなたはブラッドコードの切り替え、人の力を、あなたにしか、あなたの血でしか救えないことが、さあ目を覚まして世界を救って。おかえりなさい。気分はどうですか？私も覚えていないのです。あちらです。
乾いていますね。ゆっくりで構いません。そばにいますから。もう少しです。大丈夫。血の泉が乾きを言って、泉に実る血の涙が乾きを癒す。そう聞いていましたのに。こちらへ。やはりあなたは。さあどうぞこれを。新たな泉と労働力、どちらも確保だ。今日はついてるぜ。立て、楽しいお仕事の時間だ。立て、もうすぐ血類の実を探しに行くぞ。早く準備をしろ。お目覚めかい？おっと、静かにな。お連れさん、さっき眠ったところだ。見つかるわけないのよ。この辺りの宿り着も、こんな中で血類を探せなんて。
サンバを仕事の時間だ。装備を。変わり映えしない景色よね。寝かしといてやんな。上の連ここも枯れたか。正気が濃くなっているな。くせ、次の聴衆まで時間がないってのに。準備完了しました。ああ、すぐ行く。ふん、枯れているのはこいつらも同じか。そうです、枯れてますから。こんな正気の中での探索は無茶です。今日は。これが何か分かるな。血類だろ。そう、この血類を今から探してきてもらう。この先の地下道でな。血税の徴収日まであと少しだが、今の俺たちに余分な血類なんてない。このままじゃ血も涙もねえシルバの犬どもに身ぐるみ全部剥がされちまう。まあそういうわけだ。なんで僕たちがそんなこと。文句があるなら、血税なんてクソみたいな制度を作ったシルバ様に直談判でもするんだな。まずはお前らだ。さっさと動け。ダメだ、みんなを巻き込んでしまう。今は従うしかないよ。次。おった、お前は俺たちと留守番だ。戻ったら返してやる。回収した血類と交換にな。最近はここらにもハンターが出るそうだ。全滅だけは勘弁してくれよ。さっさと行け。えいっ、おい、大丈夫か。ここから上に戻るのは無理か。帰りは別の道を探さないとな。あ、俺オリバー・コリンズって言うんだ。よろしくな。開かないんだね。くそ、あのはしごが降りてれば。じゃあ行こうか。わかった、待ってるよ。
さあ行きましょう。おい、しっかりしてくれよ。絶対に血類を見つけよう。言ったけど、これは死んでるんじゃなくて、ロストがもっと凶悪な化け物の姿になる前の休眠状態だって言われてる。変化が始まるまで何年もかかるやつもいるみたいだから、放っておいていいと思うよ。分かった、待ってるよ。落ちそうだ。すごいね。どうだい、使えそう？
うわ、怖いな。中身は何だろう。どっちに行けばいいんだろう。やるな。足元気をつけてね。積んだんだろう。何かあるね。
あ、そんなところに。生き残るためなら何でも使わなきゃ。落ちたら大変だ。気をつけてね。いや、大丈夫。説得力ないよね。このマスク旧式だからかな。ちょっと息苦しくって。君こそ大丈夫？あの女の子、仲間なんだろ？血類を見つけて早く迎えに行ってあげないとな。中身は何だろう。
ーっとしてる場合じゃないだろ。この道があるって知ってたの？中身は何だろう？ここじゃ不利だ。た！大したもんだ。こんなところで襲われたらおしまいだ。あれ？さっきの人じゃないか？どうした？どこか怪我でも？ついてないな。少し休んでから行くよ。大丈夫だって。いいから、ほら。君は血類を探さないと。あの子が待ってるから。
お前も探索者か。俺も今回は一人で探索を行って、どうだろう。今回の騙して襲うような真似はしない。安心してくれ。それは助かる。見落とすところだった。正面突破は厳しいか。それは、いや、詳しい話は後でさせてくれ。洞窟と建物がつながると不思議なものだ。一体何が。貴重な物資だ。ありがたくもらおう。ここで襲われたらまずいな。
もいるぞ。頼もしいな。終末のトゲが地盤を破って作った湖か。敵が上にいるな。落ちるなよ。そんなところに。地上に戻ってきたか。よし、地上の光だ。今行く。登ってみるか。すまない、今行く。遠くに何かいるな。この程度で済んでよかった。あ、いたな。貴重な物資だ。ありがたくもらおう。俺も点検するべきか。ここでは敵に会いたくないな。
ロストに落ちた奴、二度と元には戻らない。迷いは捨てろ。
無事だったか。ところでお前たちはレブナントに定められた義務だ。例外はない。血液か。そいつには触らない方がいい。触れたものに侵食しロストに変える危険な石だ。ささやきに耳を貸すな。誰かが犠牲になるしかないんだ。血類がなければ俺たちは。その子が落ち着いたらここを離れよう。誰かが犠牲になるしかないんだ。待て、何を。手を離せ、飲み込まれるぞ。大丈夫、あなたなら。今回だけは勘弁してくれ。それを持っていかれたら俺は。血類を治めるのが保護区に住むレブナントに定められた義務だ。例外はない。許せるぜ。お父さん、お母さん。誰かが犠牲になるしかないんだ。血類がなければ俺たちは。数少ない人間のほとんどがシルバの管理下にある。俺たちのようなノラのレブナントは死に物狂いで血類を探さなくちゃならないのさ。たとえ他のレブナントを犠牲にしてでも。血が当たったんだろうな、きっと。せめてあいつだけで助かってくれれば。ここは記憶の残滓。参りましょう。これはあの今のは一体記憶。あの血液に刻まれていた持ち主の。まさか俺も一緒に引き込まれるとは。溶け合ったのですね、あなたと。信じられない。これもお前の力なのか。ついてきてくれ。今は休める場所が必要だろう。俺はルイ。血類の研究をしている。よろしくな。
ひどい景色だろう。クイーンに勝利した後、突然現れた赤い霧。あの霧の出現によって、あらゆるものが閉じ込められ、シルバが君臨するレブラント社会が誕生した。霧の牢獄。霧に閉じ込められたこの世界は、いつしかそう呼ばれるようになった。血を求めて、危険な正気の中を歩き回り、何度も死に戻りながら、血類を探していく毎日。レヴナントには血が必要だ。血に乾けば、あの化け物、ロストに変貌してしまう。お前を捕らえた連中たちもまた、ロストの恐怖におののき、血を求めた。ありきたりのレヴナントだ。けれど、さざ波は立った。お前は正気を晴らし、血類の泉を再生させたな。どこでその力を手に入れた？記憶の欠損か。他に覚えていること？珍しいな。ほとんどの記憶を失うとは。彼女もそうだったが。しばらくゆっくりするといい。ここは好きに使ってくれ。